ウムゴから75日本フレートライナー兼妻壁側川が観音開き使用のために改装車両などが直接乗り込める。1987年11月大阪府元梅田貨物駅国鉄ウムゴ系コンテナとは日本国有鉄道及びそれを継承した日本貨物鉄道に席を編入し20フィート型を基本とした私有コンテナに属する無害コンテナである。 1970年10月に当時の国鉄により旧初代西岡山駅隅田川駅間で日本で初めて私有コンテナを輸送していた山陽ライナービム及び同時に開設された元、塩止め貨物駅元、梅田貨物駅間で開始された時に輸送のメインとなっていた UC5 系汎用コンテナと合わせて配備された。これに際し初期登録グループの2社が それぞれの輸送用コンテナ群に分かれて属していたのが始まりである。なお、この形式での登録は、現在の私有コンテナ形式付与基準とは大幅に、異なる旧式扱いのために、新規登録はすでに終了しているので、現状ではこの形式が消滅するのは時間の問題となっている。実際の所有者は、旧国鉄、JR 貨物以外の民間物流会社である、日本通運。 福山通運、岡山県貨物、日本運送、第一貨物、ビンゴ通運、日本フレートライナーであった。ただし、福山通運の登録のみ、UC5 型と同様に、特定大口登録ユーザーとして1000番台で登録されている。コンテナの製造会社は、製造初年度である1970年から登録終了となった1987年までの18年間で、 当時鉄道車両の製作を行っていたもと、富士中工業をはじめ、現在も鉄道車両製作を行っている旧、東急車両製造のほか、鉄道以外の特殊車両や各種コンテナを大量に製造している旧、日本トレールモービルの3社のみの製造であり、JR 貨物へ移行後から登場している一部の外国メーカー品は一切ない。例番内では、 汎用コンテナ同様の外観で屋根全体に備わった開口部からクレーンなどで荷役を行う箱型と高さが約1、3程度の高さしかない平型に分かれるが、1000番台では箱型のみとなっている。また、コンテナ本体の材質としてはアルミ製はなくすべてスチール製であり、自重を含む総重量は12.3トン以下と定められているが、 荷重や事情は各コンテナにより異なる。個人画像サイト、コンテナの絵本内、うむご、ありがとうございます。